腹ペコアザラシと申します。信長の野望大使パワーアップキット、難易度は上級、シナリオは信長包囲網、選択大名は足利義昭、第17回を始めさせていただきます。前回周辺大名の動向をチェックさせていただきまして、で今後のためにも畿内の完全制覇をするべきだという決断を下した足利幕府、三好家に攻め込みましたが、三好家動こうとしません。このまま三好は動かないのでしょうか。それではお付き合いいただけましたら幸いです。そういえば勝山まだ一気なのかよ。よし、とりあえずこのまま進みます。洲本城、おい、42日、もう交渉出る。早くないか。よし、そしたらちょっとこの様子を見ようかなと思ったんですけども、そんなことやってる暇も時間ももったいないので、まずはこちら、もうどんどん攻め込みましょう。で、伊賀上野と筒井、伊賀上野と筒井、このお城に対しては尾張と美濃、犬山清須刈谷で攻め込みます。犬山清須刈谷、それ以外のお城はいりません。はい、13,500、十分ですね。はい、そして、続いて、ここは、岐阜大垣長島で出ましょう。大垣、岐阜、長島と。谷からの兵力は、はい、これで伊賀上野も進化。間違えた。いや、そんなことないね。土になってるね。で、高谷。こちらの方に兵を動かすのはちょっと早計かな？ちょっと様子見ますかね。相手は準備整いました。光秀で全面解放。じゃあ、もう仕方がないですね。別にこのまま、お、来た。狙い通り四国の軍が起きたね。よーし、忠興、岐阜城。報告いたします。あとは、陶器に使いたい浪人が出てきますね。67、59、54。これにて表情を覚える。よし、洪水被害もこれでなしと。今回はさほどですね。では細川忠興は二条御所にとりあえず入ってもらいましょう。将軍のおそばでまずは仕えてください。勝山の一騎終わった。あ、終わった終わった、ようやく終わった。マジか、ここも足軽の2000とかにしとくか。かしこまった。あんまり足軽雇いたくないんだけどな。しかも中途半端に雇っても仕方がないから、まあ仕方がない。はい、三好は17,300で、19,300での明智と戦おうとしております。今現在こちらの軍は畿内の飛び地の三好の筒井と伊賀上野を殲滅しようとしております。で、伊勢方面の軍がまだ残ってるので、これで高谷を叩きます。高谷城、あーでもそうすると、いいか、とりあえず行くだけ行こう。伊勢方面の軍なので、松ヶ島、鳥羽、亀山、長野、
この4つの城で十分じゃないかな。そうですね、12,800。で、あとは兵力はマックスで。13,700、こちらでいきます。では、進めます。お！今見ちゃったよ。信長いたね。指揮なさらずともと。よし、筒井城は制圧。今、信長いたね。北条家と敵れします。ん？違う違う、敵れ指示じゃない。敵れします。切れするのはいいんだけど、ここ勢力出てない、出ちゃってるんだけどね。ちょっと、でもこれ縛りだからね。ちょっと、調べるのが怠ったっちゃった、少し動揺してる。調べるのがちょっとね、怠ってしまっていて、気づいたのが画面の展開で気づいたけど、ちょっと、いやーもうダメだよ絶対に。縛りだからね、もうちょっと不利な状況なんだけど、もうどうしようもないこれは。当然です。あ、上杉我慢してたんだ。多分うちの陣営だったから、足利将軍の陣営だったから。よし、もうここはね、対面入れちゃおう。合唱のお内緒。ただちょっとね、来月になってすぐに入れます。よし、こちらで小随所光秀は進んでまいります。三好の地、当然山名につきます。ん、ちょっとどこに攻め込みた。ああ、取り込みましょう、取り込みましょう。ね、青鬼赤鬼がいい仕事してくれるでしょう、今後。そうね、もうここはもう不幸な方々しかいないから、ちょっともう来なさい君たち。ちょっとね、はい、それでは兵を、うわ、すごくいい、すごいね、農地を、広大な農地を持ってるね。そうだよね、戦争とは無縁の時代をずっと享受してたんだもんね。あ、ここはそんな、あ、でもここもそうだね、結構献身的に、忘れてないよ畠山、結構献身的に戦ってくれてたよね。もう大事にしてあげるよ君たちは、本当にすごい感謝するよ。特に畠山、もう、畑野はただ、後ろを守ってくれてただけだけど、まあ、それも十分感謝なんだけど、だけど、畠山に至ってはね、もう、1拠点しかなくて、しかも、少ない、本当、少ない兵力にもかかわらず、強大なね、もう、織田軍に、いくら連合に加わってますからって言ったって、あんだけ攻め込んでいけないよね、普通だったら。ビビっちゃうよね。ほんとよくやってくれたと思うよ。だって結構助かってたと思う。ああやって軍を起こしてくれたことで、ね、信長がこちらの方に兵力を避けなかったっていうことだから、本当にそういう意味じゃ助かったよね。なので畠山のその、血を引く方々というか、後継の方々、まあ、もうね、ぜひ、足利の庇護のもと、ぬくぬくと時を過ごしてください。ちょっと言い方悪いけど、ぬくぬくと過ごせたって。まるで、何にもしてない人のかのようにね。
よし。手取りと。手取りは多分戦闘に赴くことはないと思うからね。よし、こんなもんかな。あとは証券を進出していきます。あとちょっとね、撤去できる必要のない設備は撤去していきます。漁村どこでできる？あ、こちらも撤去しないと。わあ、漁村だらけだね。でもいいか。はい、では先ほど申し上げていた通り、合唱のご内緒、信長の所属している戦力は連合大将です。よしさて、もう一度外交ビューで見てみます。今現在連合軍は佐竹、上杉、武田、足利と、もう北条にとっては絶対絶命になってます。それもこれもね、この男が悪いです。この男を囲った、この男を雇った勢力に対しては、たとえ今までの関係性がどうあれ、手切れをした上、連合軍、形成します。では、うちも、出せる軍はある？少し戻ったか、兵力が。あ、でも、北陸の軍は起こせるから、ちょっと北陸の軍で少し攻めましょうか。武田から、城借りるか、右方城なんて、だって、孤立しちゃってっから、南進に使えないよね。連合軍、あ、姉が工事。軍は 500？じゃあ、姉が工事の軍も踏まえて、こちら岡崎に攻め入ってみましょう。一番少ないもの。よし。2個起こしてるところとかない？ないか。一条谷が一番遠いから、ここ避けて、あとは、松倉。で、姉が工事。はい。姉が工事入れることで、110、100。外すと、あれ？変わらないな。どういうことなんだろうか。実際の戦闘になったら上がるのかな？まあいいや、ちょっと姉が工事入れましょうかね。ではこの軍31,600で岡崎に進軍します。これで駿河あたりに武田も動くんじゃないか、兵を。よし、お米が欲しい。あ、ちょっと待って、畠山従属しない、じゃあいいや。お米が欲しい。よし、これで1万5000ぐらいまた入るかな。よーし、1万6000。はい、それでは進めてまいります。ん？秀吉はどうなってる？あ、
交渉出てる。よし。で、こちらは8000で1万3000。さほど難しくないでしょう。さて、いきます。お！一発ですね。そしたら熊野行きます。あれ？常世城。引っ込めたのか？なんなら、従属しない？この人。しないか。いや、多分もしかしたら、従属って自分から言ってくるかもしれない。23日後。相性は重要でしょう。よし。では、秀吉は、岸和田。いや、有岡に入ってもらおう。ちょっと国衆将兵かけときましょう。そしてあとは猛攻号令かけられるかな。よし、かけられる。よし、これでどうだ。素晴らしい。強行13日。あ、これ三好滅ぶな。もう残ってないもの。三好もう兵力残ってないね。ご命令よ。おお、今すぐ。はいはい。全面開放。大丈夫なの？なんか心配になってくるわ。そんな簡単に白旗ばっかりあげちゃって。はい、それでは進めてまいります。勝てるでしょう。あ、負けました。あ、ダメかもしれない。伊沢に攻め込みます。これどうする。この宇品を24000、刈谷とかに攻めてくんじゃないか。敵が我が領内に向かっております。岩村にか。どうする。はい、いかがだったでしょうか。ついに旧敵の姿を発見した足利幕府。今までの関係性良好だったんですが、奴を雇った勢力に対しては毛切れをして、そして敵対しました。勝てると思ったんですが、負けてしまった信仰戦。返す刀で逆に信仰を受け始めました。果たして今後どうなっていくのでしょうか。それでは次回お付き合いいただけましたら幸いです。今回はこれで終了とさせていただきます。お付き合いいただきましてありがとうございました。